では早速行きたいですが、今、ほっこりこやかな顔を出して、出てきましたね。はい。ペロペロっと、ね、舌を出して、ちょっと準備。よいしょ。では早速ですね、行きたいと思います。これね、いつもこんな感じで。やってるんですけど、なかなかね食べてくれないんだな、これがな。おっと、逃げちゃう逃げちゃう、ダメダメダメ。全く興味をね示さないね。ダメですね。もうね、ほんとこれもうなこれ、ね、このままいったらね、これでかくなってね、いつも餌あげるのはちょっと大変なんでですね、食ってくれないんですけど。全く見向きもしないって感じですね、はい、やっぱりダメですね。ということで、また今日もね、強制給餌行ってみたいと思いますね。だいぶね慣れましたよ、あげるのもね。もうね、結構あのゴムがね、この歯がね、すごい、なんていうのかな、細かい歯なんですよね。で、これ食ったら、一回パクってこう、押さえちゃうんですよね。押さえちゃうと、ね、その後がスムーズにいきます。こうね、こんな感じ。これがね、手を離すと、ここまで、ね、もうほとんど奥まで入れちゃいます。ここまでね、はい、こんな感じですね、はい、で置くと、ほらほら尻尾で嫌がってる、はい、でそっと置いて、ね、多分これでもう大丈夫だと思いますよ、ね、こっちね、もう食べてます。だいぶね、やっぱりもう何ヶ月かやってると、かなり慣れてます。コツをつかんできたかなと、ね、まあ、ただこんなちっちゃいからねできることであって、これがね大きくなってくるとやっぱりね厳しいんで、ね、できるだけ、ね、自分で餌を早く食べてくれるようにねなっていただきたいなと、ね、まあ、気をつけなきゃいけないのはこうピンセットを突っ込むときに口の中をね切らないようにね、できるだけこう潰すって言ったら変ですけど、ギュッてやってこうね、外側に沿わらないようにこうギュッとね押し込むように入れると、ね、うまく、ね、いきます。あ、もう飲み込みましたね、はい、ということで、これで、ね、もう終わりです、ね、はい、以上アンキルン TV でした。昆虫じゃなくてすみません。